お世話になっておりますサイド B の本田です。買いたいもののイメージは決まってるけど既製品はどれもちょっと違うなんてことありませんか。このシリーズでは既製の素晴らしいプロダクトに最大の敬意を払いつつ、ちょっと違うっていう部分の要素を追加して自作する様子をお届けします。初心者らしいやらかしもお楽しみください。オマージュ工房、略しておまこ、本日の作業スタート。今回の元ネタはこちら、ハレルヤレザー A4 ファイル。別の動画でも紹介した私が普段から愛用している本革製のファイルです。クリアファイルの使い勝手と本革の高級感を両立する文句なしのスーパーアイテム。唯一の弱点は数を揃えるにはやや高価なこと。そこで今回は低価格での作成を試みます。なるべく値段を抑えたい。とはいえ革の高級感は維持したいので素材は床革でいきます。内張りもあっておそらく中には芯材も入ってそうですが、樹脂のクリアファイルは割とペラペラなので今回は芯材内張りはなしでいきましょう。サイズは横 22.5cm、縦 31.3cm。 樹脂のクリアファイルより横 5mm、縦 3mm 大きいのですが、もともと樹脂のクリアファイルでさえある程度厚みのあるものだとはみ出すのに、これはこちら側が縫ってあるので 5mm 大きいながらもむしろ有効サイズとしてはだいぶ小さい感じがします。なので一回りサイズアップして横 23.5cm、 縦 32.5cm でいきます。今回は型紙を作成。 Amazon の荷物に入っていた折れ曲がり防止用の厚紙を切っていきます。型紙に合わせて革をカット。床面処理に床ノールを塗っていきます。茶色の床ノールですね。今回は床側で両方床面なので表裏ともに塗っていきます。表になる方は2度塗りしました。床ノールが乾いたらボンドで貼り付け、クリアファイルと同じようにこの辺りを丸くくり抜いて、ここには開く時の力が分散するように三角の切れ込みを入れていきます。本家ではここにブランドロゴが刻印してあるので同じような場所にロゴのスタンプを押しておきました。このタイミングで小刃処理もしておきます。こっちの2辺をミシンで縫っていきます。これで形になりました。両端の力がかかりそうなところは手縫いで補強しておきます。最後に表面にワックスを塗ってブラシで艶出ししたら出来上がり。元ネタより一回り大きく小冊子程度の厚みならすっぽりと収まります。
予想通りペラペラなのと耐久性が未知数なので使い勝手は今後のお楽しみ。細かいところが綺麗に切れない。